爆炎のデュエリスト編最終兵器サラマングレイト、いよいよ実装ということで、このデッキ、まあ、おそらくですけども、まあ、環境入りあると思います。はい、これ最近ですね、 OCG のね YCSJ というなんかめちゃくちゃでかい規模の8000人ぐらいだかな、あのでかい規模の大会がありまして、まあ、そちらでベスト4に入賞されていた方が使っていたデッキなんですよね、純サラマングレイト。これ、ね、何が強くなるかっていうと、もう展開力バカ上がるのと、そのこのレイジングフェニックスっていうモンスターがめちゃくちゃ強くて、結構ね高校でワンキルすることも簡単になりました。はい、ちょっとねあのこの辺について説明していきましょう。まずレイジングフェニックスくんリンク4です。はい、どでかいリンクも4モンスター、新しいモンスター、これね転生リンクしないと何一つ役に立たないんですけど、転生リンクした場合の効果がめちゃくちゃ強いです。まずね炎属性の効果モンスター2体以上で作れて、まあ、結構簡単に、まあ、トガ姫とか今いますんでね、なんか引いたトガ姫とかで簡単に、出しに行くことができます。でレイジングフェニックスくんが転生リンクしていた場合ですね、デッキからサラマングレートカードを1枚の手札に加える、何でもです、何でもいい、何でも手札に加える。リンク4転生リンク結構難しいじゃないですか、リュウさんと思うじゃないですか。あのね診断で多分実装されるカードを使えばね結構いけます。割と展開力めっちゃ上がってるんで、でねサラマングレートレイジングフェニックスくんサラマングレートカード加えられるんで、まあロアとか今までとロアとかレイジとかまあ、加えることが簡単にできるんですけども、このねサラマグレートハートというカード皆さんご存知でしょうか。このカードね本当イカれた強さを持ってますね。実はこれ今までね結構ねサーチが割と難しかったんですけども、ね、ガゼルで落としてウルフで回収するみたいな動きだったんですけども、これ直接そのレイジングフェニックスでサーチができるようになりまして、これどういうこと持ってるかっていうと、あのねなんかソウルチャージなんですよ実質。ももはや転生リンクしてるリンクモンスターのリンクマーカーの数だけ手札墓地からサラマングレート出せると守備で、だからなんかね4体くらい出てくるんですよね。リンク4した後にそのレイジングでハートをサーチして、でこの2番の効果発動するとなんかもう一回リンク4分用意できるんですよ。だから急にリンク8分出てくるんですね。これさすがに強いということで、まあ、これ使って結構ワンキルとか、まあ、展開とかできたりするんですよね。あ、ちなみになんですけども、レイジングフェニックスとハード使うと先行実質ワンキル、まあ、先行ワンキル実質もうできるようになります。はい、これは実はもうあの展開ルートを開発しておりましてですね、ニューロンの方に、デッキレシピと、展開ルートを貼ってありますので、まあ、気になる方はぜひそっちご覧ください。あの動画にはもちろんしますんで、そちらお待ちいただいても大丈夫です。で、レイジングフェニックスくんが1番の効果でサーチするのは強いっていうことが分かったんですけども、2番の効果これもねめちゃくちゃ強くて、このカード墓地に存在する状態で、自分のフィールド上の表側表示のこの属性モンスターが戦闘効果で破壊された場合、そのうちの1体対象に、打点をアップしながらこいつが出てきますと。これね、その、まあ、要は自分のカードが破壊されないといけないので、なんかその難しいんじゃないかなと思うじゃないですか。今ね結構ねトガ姫っていうモンスターが結構簡単にね、自分のカード破壊できるんですね。だからトガ姫で相手の妨害をしながら、なんかそのサラマグレードレイジングフェニックスでワンキルを取りに行ったりとか、あと新規モンスターのねサラマングレイトいるんですけど、オブファイヤーっていう、まあ、こいつとかでも破壊できたりして、だ要は簡単にこのね自分のフェーズ上のカードが破壊されるっていう起動が満たせるんですよ。なんでこいつが結構5000なんか600とかでなんか出てくるんで、すげーワンキルできます後手でも。はい、これちょっとね動画で見ていただきたいなというふうに思ってますね、実装されたら。ほんでまあじゃあ何がその火球モンスターで実装されるかという話なんですよね。要はこのレイジングフェニックスを出すためのモンスター、まず初動ですね、サラマゲートオブファイヤー、このカードが実装されると思います。召喚特殊召喚に成功した場合に、サラマゲートオブファイヤーを除く、レベル4以下のサラマグレートを手段に加えると、この子の発動後に炎属性モンスターしか特殊召喚できない縛りが入っちゃうんですけども、問題ありません。サラマグレートデッキであれば炎属性しか特殊召喚できなくても余裕で先行制圧できるし、高校ワンキルもできます。レベル4以下のサラマグレートモンスターなんでガゼルとか加えられるんですよね。めちゃくちゃ強いです。はい、まあ、オブファイヤーは初動になるんで、オブファイヤー3積みじゃないですかね、基本的には。で、2番の効果、ちなみにこれ1枚初動になってますね、実質。オブファイヤーと、オブファイヤー1枚があれば、一応、ロアーとウルフぐらいまでいけます、余裕で、今まで通りね。で、自分のサイバー接続モンスターが戦闘を行う、ダメージアップ開始時に、ボッチョのこのカードを除外すると、自分のモンスター破壊するよっていう効果がありまして、これ自分のモンスター爆破してるんですよ。何がしたいねんって思うじゃないですか、お前何がしたいねんと。これがこれに生きてくるんですよね。その2番の効果でその自分のフィールド上のカードが破壊されたらこいつ墓地が出てくるから、レイジングフェニックス自身をなんかその、コードオブソウル、あ、コードオブソウルじゃないや、サラマゲドファイヤーで破壊すると、あ、5600でこいつが出てくると。さすがに5600で殴れないモンスターはあんまいないから、環境には。
なので、まあ、戦闘破壊は大体できるかなというところですね。ワンキルも取りやすいというところですね。はい。でね、ウィーゼルっていうモンスターもおそらくね、その実装されると思うんですけども、これチューナーになってまして、これすげえ結構緩い条件で出してこれるんですよ、ティクだから。自分の墓地のサラマングレートモンスターが2体以上いる場合は、ティクだからポン出していきますよということで、まあ、サラマングレートリンクデッキなんでね、墓地に2体以上簡単に溜まるので、ティクだから簡単に特殊ができますよということ。で、自分の墓地にこいつがいて、なんかサラマングレートの、儀式とか、あとエクサデッキができるようなモンスターが特殊化された場合ですね、リンク召喚とかでもいいんですけど、このカードの以外の自分の墓地のサラマンを相手の場に特殊召喚してワンドローしますっていう。はい。相手の場に特殊召喚してワンドロー。まあ、ギブアンドテイクみたいなね、あの感覚なんですけども、これね、何が強いかっていうと、相手の場にモンスター特殊召喚されると、例えばトガ姫の効果が起動したり、あとね、パイロフェニックスっていうモンスターがいまして、これね、実は相手のフィールド上にリンクモンスターが特殊召喚されると、バンダメージ与えるっていう効果があるんで、まあ、これでね、例えば、レイジングフェニックスを相手の場に送りつけて、パイロで2800パーみたいなこともできたり、まあ、結構いろいろ面白い動きができるようになりまして、これめちゃくちゃ、これめちゃくちゃ強いです。はい。で、ウィーゼルがチューナーということは、シンクロモンスターも実装されるんですけども、これはね、ガチデッキでは採用されるかどうかかなり怪しいんですが、レベル8の、バーストグリフォンというモンスターが実装されると思います、おそらく。自分の墓地のレベル7以下の炎属性を対象に特殊召喚しながらこいつのレベル下げますと。で、自分は特殊召喚、炎属性しかできないよって縛りが入ります。これ何がしたいかっていうと、要はですね、このカードの、シンクロ召喚をするときに使ったチューナーを蘇生して、もう一回こいつを使って転生シンクロしてねってことなんですよね。転生シンクロ召喚。自分を使って自分を特殊召喚するっていう。これね、要は、それをすると何ができるかっていうと2番の子が。バーストグリフォンを素材にとしてシンクロ召喚した場合、まあ、要は転生シンクロ召喚ですね。転生シンクロした場合、次のスタンバイフェーズに何でも墓地からモンスターを蘇生できますと。だから、縛りないですよ、これちなみに。この2番の効果は。だから何でも蘇生できるんですね。なので結構面白いムーブは、このカードでできると思います。なんかその、結構特殊化するの難しいけど、なんか、墓地の落ちとしたら出せるみたいなモンスターとかを、こうバーストグリフォンで出したりとか、あと結界像出したりとか、いう動きもなんか、一時期ちょっと話題になりましたね。まあ、そういうことができるように、なります。まあ、ちょっとガチ的に入るかどうかはさっき言ったように怪しいですね。で、サラマグレートネームは持ってないんですけど、下級モンスターで、これが来たら嬉しいってやつがいて、コードオブソウルっていうモンスターですね。これちょっと実装されるかどうかちょっとわかんないんですけども、自分のフィールドにリンクモンスターが存在する場合、ってことから特殊はできるっていう超簡単に出せる効果と、2番の効果、転生リンク召喚権が増えますっていう。自分のメインフェーズに、サラマグレートリンク召喚する場合、転生リンク1体分出てきますっていう、ね、要はサンクチュアルみたいな効果が付与できるんですよ。要は、今までは転生リンクする場合って、基本的にはサンクチュアルで1回だったと思うんですけども、コードオブソウルで2回できるようになりました。だからサンライトウルフを1回転生リンクした後に、サンクチュアルでレイジングをもう1回出すみたいなこともできるようになったんで、これね、めちゃくちゃ面白いですよ、このカード。はい。まあ、サラマグレートネームないんですけどね。で、3番目の効果。相手のメインフェーズに墓地のコーナーを除外すると、さらにサイバース、リンクモンスター1体のリンク召喚を行うということで、相手のメインフェル中にサンクチュアリ発動されれば、転生リンクできるようになりました。これ何が強くなるかっていうと、そのパイロフェニックスっていうモンスターがいまして、これ転生リンクした場合の方が皆さんご存知ですか？こいつ転生リンクしてると相手の盤面全部パスするんですよ。ザークみたいなね、効果持ってるんですけど、これがですね、現実的に使えるようになりました。これ、コードオブソウルのおかげで、相手のターンに妨害として、パイロの全部っぱが使えると。これ、めちゃくちゃ楽しいよね。まあ、ちょっとコードオブソウルがサラマンガとに持ってないんで、なんかそのサーチがレディデバッカーとか、なんか、マイニングとかしかなくなっちゃうんで、ちょっと難しいんですけどもね、安定感としては。ただ、引けたら強いです。はい。ということで、まあ、このカードも使ってね、デッキ作っていこうと思ってますんで、よかったらお楽しみにしてください。さあ、いよいよ、ホルス、ギミック実装ということで、このデッキというかギミックめちゃくちゃ優秀で、すげえ単体で使っても強いし、出張させても強いんですよね。で、まあ、ちょっと、今日はホルスというところについてご説明していきたいんですが、詳しく。まずこのイムセティというモンスターが、まあ、初動カードになってまして、レベル8の闇属性3800の魔法使い族になってますね。で、1、2、3の効果ありまして、1番の、方法によって特殊召喚1回しかできないし、2、3の効果は1ターン1度って書いてありますね。で、ホルスっていうモンスターたちが特徴、どういう特徴があるかっていうと、王の棺っていう、その、王様の、なんか墓というか箱があるんですけど、なんか箱がある場合、
墓地から特殊召喚簡単にできますって、まあ、チェーンに乗らない特殊召喚になってまして、墓地からポンって打点3000のバケモンが出てくるっていう、こういうキミックになってます。このカードを含む、そして手札を2枚墓地を送るとその王の棺っていうカードを持ってきながらワンドローできるよっていう効果がありますので、まあ、一応イムセティがあればそのこれを墓地に叩き落としながら王の棺を、持ってくることができるので、まあ、用意が特殊召喚できる用意が簡単にできますよっていう効果ですね。で、3番目の効果が一応ホルスの固有効果になってまして、全員の、このカードがモンスターゾーンに存在する状態で自分のフィールドの他のカードが相手の効果だフィールドが離れるとフィールドのカードを1枚を墓地に送るよっていう効果が、あります。だから、この固有効果ももちろんまあ強いんだけど、どっちかっていうとなんか特殊召喚簡単にできるレベル8として、見てることが多いかなって感じですね。で、他にもね、ホルスモンスター4種類くらいいるんですけども、特殊ができるホルスモンスターね、まあ、一応まあちょっともう1枚くらい説明しておくと、このハーピってモンスターですね、これも王の棺があると出てこれて、固有効果が、あ、ちなみにその王の棺を持ってくる効果があるのはイムセティだけ、はい、他のモンスターにはこの王の棺を持ってくる効果はついてないです。で、ハーピは固有効果でモンスターゾーンに存在する状態で自分の他のカードが相手の効果でフィールドが離れると、自分の墓地除外状態のカードの中、あ、お互いの墓地除外状態のカードの中から、合計2枚を、バウンスできますと。デッキに戻すか手札に戻すか、まあ、自分のカードをもう一回再利用してもいいし、相手の墓地メタとかしてもいいしっていう感じですね。だから、まあ、ハーピとかイムセティとかが墓地に落として、まあ、ボンボン出てくる、まあ、要因になるのかなっていう感じですね。で、王の棺っていうカードが、これ魔法トラップゾーンに存在する限り、自分のフィールド上のホルスモンスターが自身を対象としないカードの効果で破壊されないという、まあ、ブラックホールとかサンダーボルトとか、なんかそういうカードの効果では破壊されないというのと、あとこれ、あとデスティニーとかね、アクセスとか、あと手札を1枚墓地送ると、これデッキからホルスモンスター墓地送るっていう効果あるんですけど、まあ、手札1枚をと引き換えにホルスを墓地に叩き落とすっていう、これが1ターンに4回まで使います。だから手札、まあ、極端な話、手札4枚墓地捨てて、デッキからホルスを4体墓地送るっていうこともできますので、だから簡単にそのレベル8のモンスターを、4体用意できるっていう召喚金を使わずにっていうギミックだったんですね、はい、で一応ダメ捨てで相手のモンスターを墓地送るっていう効果もありますので、まあ、除去としても優秀という感じですね、はい、でちょっと、ね、簡単にその図を使って説明していきたいんですけども、まあ、ホルスの初動はこの、まあ、3枚になってまして、イムセティか王の棺か、王母の石板、これちょっと実装されるか分かんないんですけども、これが全部初動になってます。これを使って王の棺を盤面に用意して墓地にホルスを用意するっていう感じですね。でさっき言ったように手札コスト1枚と引き換えにホルスを墓地に送ると。で、ホルスモンスター、イムセティ、ケベンセルク、ハーピ、ドゥアムテフっていうやつがいるんですけど、こいつらが全部、王の棺があると墓地からポン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 ってポン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 って出てくることがいうことですね。チェーンに乗らないのも優秀ですし、まあ、ホルスそれぞれにこういう効果があるのも優秀で、これ特にね展開に縛り張りません。その何してもいいです。はい、何しても OK ということで、その特に縛りなしで展開に使えるということですね。まあ、ランク8タイタインギャラクシーとか、まあ、フォトンロードとか出してもいいし、リンクしたりリトルナイトでリンクしたりしてもいいし、まあ、バロネスチューナーと一緒にシンクロしたりすることもできますよと。レベル8簡単に特殊召喚できてめっちゃ強いからね。はい、まあ、これ拡張性能が非常に高いというところですね。だから出張できると思います。でちょっとねホルスはね別途ちょっと図いっぱい作ったんで、まあ、ちょっと別途ねホルス専用の動画作ろうと思って、ホルスギミック完全解説みたいなやつやろうと思ってるんですけど、まあ、一応簡単にね、ホルスデッキの使い方というか相性のいいカードたちについて説明しておくと、王の棺っていうカードが手札コストを要求したり、イムセティが手札コストを要求したりするんですよ。だからコストで捨てて強いカードと相性がいいです。例えばまあお獅子で有名なやつだとナチュールの新聖樹っていう、カードを採用して、ナチュールカミラっていうレベル4の中ないですけど、これとかを使ってナチュル、ホルスデッキみたいな、これやるとレベル12のシンクロモンスターバンバン立つんで、赤木竜カラミティとか、あとコズミックブレイザーみたいなモンスターが簡単立ちます。あとコストレで捨てて強いというと、救いの駆け足とかトリビカルマンみたいなフィールド魔法を持ってこれるカードですね。これ使うとそのペルレイノ持ってきてティアラメンツムーブするとか、あとウォーターフロント持ってきて怪獣ムーブするとか、始皇帝の領母でアドバンス召喚するとか、あとアドバンス召喚でも相性よくてさ、要はホルスってさ下敷き用意できるんですよ。召喚権使わないから、だから普通にその、下敷き用意してアドバンス召喚っていうこともできるから、アドバンス召喚系のデッキとも相性がいいです。はい、あとその召喚権をさっき言ったように使わないので、レイン
アレイスターを、使って召喚獣ムーブするとか、ペルレイノから持ってきてレイノハートでなんかそのティアラメイズムーブするとかね、セアミンでパンクムーブするとかもできますね。これちなみにステアラメンツがめっちゃ相性良くて、要はレベル8がその要は2体並ぶんですよ。これホルスモンスターよあの4体盤面に用意できるんで、ランク8になんなら2体できるんですよね。2回できるんですよね。だからそうすると例えばね、ジ・アンデッド・ヴァンパイアとかね、この辺も出せんだよね。要は4枚墓地クラシからスタートとか、あとジャイアントレーナー3枚ドローとかもできるしね。めちゃくちゃ強いんですよねこのギミックで。あと墓地効果のあるね、魔法罠とかとも相性いいからね。あのそのエルドリッチの魔法罠とかさ、あとオジャマジックとかね、あの墓地効果のあるモンスターとかね、オルフェゴールとか勇者ギミックとかガーディアンスライムとか、スプリあれなんだっけ、トライブリゲードキットとか白雪とかね、こういうムドラケルドとか、ああいうのともすげえ相性がいいし、あとねその要はでけえモンスターがポンポン出てくるから、スキルドレインとかセンサーバンベープツみたいな永続トラップ開いてもいいですね。ホルスってね全部種族違うんですよ、4種類。こいつらなんか全員種族違うから、センサー判別開いても全然いけるんですよね。あとスキルドレイン開いても、まあ、デュアムテフだけちょっと打点上がる効果あるからスキルドレイン無効になっちゃうけど、ハーピケベンセルフイムセティとかはなんか打点2500、2400、3000ぐらいあるから、スキルドレイン開いて、まあ、ビートするとかもできますね。結構ね相性のいいデッキ多くてね、さっき言ったのにナチュルとか、まあ、センチュリオンとか、ティアラメンツ、まあファントムナイツ、勇者、セーガン、アドバンショーカーみたいな、ほんといろんなデッキと相性がいいので、ぜひねホルスギミックはですねちょっと皆さんね集めて、なんかいろんなデッキにちょっと出張させて、マスターデル楽しんでいただきたいなというふうに思ってますね。はい。さあいよいよ SP リトルナイト実装ということで、このカードはですね環境に大いなる影響を与えると思われます。はい。闇属性のリンク2、1600打点ありますね。で、戦術モンスター、効果モンスター2体という、本当ガバガバの、低層観念ガバガバの、違うか、あの、ガバガバの召喚条件を持っていますので、まあ、どんなデッキからでも今後飛んでくると思ってください。このモンスターは。で、1位の効果それぞれ、メンションして単位ありまして、1番目の効果、このカードが、融合、シンクロ、エクシーズ、リンクモンスターのいずれか、をサイトしてリンク召喚していると自分か相手のフィールド墓地のカードを除外できますと。これ墓地メタもできるの偉いんですよね。フィールドのモンスター除去もできるんですけど、墓地メタをすることもできるし、まあ一応自分のカードを除外することができるんで、なんかサンダードラゴンとか強引に起動するみたいな、あのそういう動きもあのできるようになります。はい。でまあこのターン自分のモンスター直接攻撃できないっていう効果、結構これ OCG だと忘れちゃうことあるんですけど、マスターデルだったら、勝手に処理してくれるんで多分忘れないから大丈夫だと思うんですね。はい。で2番の効果、相手の効果が発動した時に、自分のフィールドのモンスター含むフィールドの表側表示モンスター2体を対象にその2体を飛ばしますと、エンドフェイスまで除外しますと、悪空間物質転送装置みたいな感じですね。これがねめちゃくちゃ強くて、これ何が強いかっていうとですね、誘発を避けることができるんですよね。例えば今マスターデルでも、まあ、環境と言われているこのレスケースタービランスとかへの妨害、無限包容、エフェクトベーラーみたいな、そういうカードが打たれた時にリトルナイトの効果を使うと、そのタービランスを、逃がすことができるということですね。で先にその、タービランスにその無限包容を打たれちゃった場合はリトルナイトの効果使わないで、リトルナイトとタービランスでなんかトガ姫出して、トガ姫でタービランス蘇生すれば結局なんか、タービランスの効果起動できるじゃないですか。だからまあかなりの、確率でタービランスの効果を通すことができるようになるというところですね。まあ、今ねあのエルフとか使ったり、あのウーサとか先に出してなんかいろいろケアしてると思うんですけど もうこれが全部リトルナイトで良くなりますね基本的には。はい。でリトルナイトというモンスターはもともとこのラッパチオマルっていう、チオマルちゃんっていう、まあ、可愛いモンスターが、まあ、進化したような姿になってるんですけども、これ何が強いかっていうと、やっぱ効果モンスター2体で出せるんで、そのマスカレーナとか、要は相手のターンにリンク召喚しますよみたいな、このマスカレーナとかいうモンスターで、まあ、簡単に出すことができるんですよね。今までそのトロイミアユニコーンとか出していたことがあったと思うんですけども、この辺の、ユニコーンが出てくる枠が大体リトルナイトとかになるかなっていう感じですかね。でしかもこいつ飛ぶから、その後着地するのメインモンスターそうなんですけど、このリンクマーカーが右と左に向いてますんでね、これも非常に優秀というところをですね、まあねこれはね1枚必ず集めておいてください。皆さんこれ絶対必要になるんで、この現代遊戯王においてはね、はい、絶対1枚集めておくようにしてください。
さあ、いよいよメメント実装ということで、メメントはですね、ちょっとね、テクトリカだけ見せられてもマジでどこまで実装されるか本当にわかりません。OCG の方ではですね、強化がパックでかなり分かれてまして、3段階くらい一発実装されて、次実装されて、次実装されてみたいな感じでなんか実装されてまして、ちょっとねどこまで来るかマジで分かんないんですよね。カードリストマジください。はい、こういうカードを実装する場合はね、コラビンさんにお願いします。で、テクトリカが一応エースモンスターになってまして、メメントってもともとですね、なんかその昔のモンスターをリメイクしたようなあのモンスターがいっぱいいるんですけども、テクトリカが何するかというと5000っていうだてになってまして、レベル11の特殊化モンスターですね。この方は通常感できませんよと。このカード以外の自分の手札墓地のメメントを5種類1体ずつ、デッキ草デッキに落とした場合に特殊化ができますよという手札墓地からですね、という効果になってます。だから墓地から湧いてくる5000ということですね。コストいりますけど、コストっていうか5種類もメメントモンスターいますけど、はい。で、自分のフィールドに他のモンスターが存在しない場合、このカードは相手モンスターに全部1回ずつ攻撃ができますということで、アルコンみたいに全員にぶん殴れると。でさらに、2番目の他で一旦に一度、相手が魔法トラップかモンスターの効果を発動した場合に、自分の手札墓地からメメントの特殊化するっていう、まあ、結構激ゆる条件で、出せますと。で、まあ、このモンスターだけ見てもこれ強いのかと、思う方いらっしゃるかもしれませんが、このモンスター自体そこまでで、その、まあ、あの耐性もないですしね、別にそんな強くはないんですけど、どうやって妨害を用意していくかっていう話で、トラップカードがね基本的には妨害になってきます。しかもこれじゃない、このフラクチャーダンスっていうね、これはメメントモンスターがいるとフィールドのカードを爆破しますよみたいな。で、一応テクトリカいるとさらに爆破できますよみたいな効果があったり、あとメメントモンスターが相手モンスターの戦闘から攻撃宣言時に、墓地から除外すると、打点を全部センダウンするよみたいな。だデザイン的にはこのこいつでぶん殴るときに、この墓地効果使ってみんなの打点ダウンしてなんか一発で殺そうみたいな、まあ、そんな感じのデザインですね。それとあとこの、メメントクレニアムバースト、まあ、この辺のカードで妨害していきます。これは何するかっていうと、攻撃可能な相手モンスターはメメントモンスターがいる限りね、自分のフィールド上に一番高いやつを殴らないといけないよということで、まあ、テクトリカに殴れということができます。で、2番目の方がこれ単一なんですけども、相手のフィールドのモンスターの効果が発動した時、メメントテクトリカ1体対象にその打点を、1000下げて発動した効果を無効にしますよと。発動無効じゃないのでダメージで使えないんですけど、ターン1ラインで一応こいつが打点が5000ありますんでね、なんで、最大5回使います。まあもっと打点上げればもっと使えるんだけど、まあ、最大基本的には5回使って相手のモンスター効果を無効にすると。フィールドのモンスターの効果だけなんで、墓地とかあの手札とかの効果は無効にはできないんですけど、まあ十分強い効果です。だからこれを構えていくのが基本的なメメントの妨害方法に、なってくるんじゃないかなというふうに思います。で、初動モンスターなんですけども、このエンイチとか、あと、このシーホースっていうモンスターを使って展開していくんですけど、メメントってね自分のモンスターをね爆破して展開していくんですね。メメントウィエンウィッチは、召喚特殊召喚に、成功した場合に メメントモンスターを手札に加えると。で、メメントモンスターを対象にとって破壊して、対象の、墓地のモンスターを特殊召喚できますよみたいな効果もあったりして、まあ、要は、入れ替わる効果ですね、これはね、はい。で、メメントシオスってモンスターが結構強くて、メメントモンスター以外の表から表示モンスターがいない場合は手札から特殊召喚できるという効果で、自分のメインフェーズにメメントモンスター1枚を破壊して、まあ、自分でも自分以外でもいいんだけど、破壊したモンスターのレベルの合計が破壊したモンスターの元々レベル以下になるようにメメントモンスターを、墓地を送ると。レベル1とかレベル2とかのモンスターもいますんで、まあ、結構3枚とか、簡単に墓地に送って、まあ、墓地のコスト稼いだり蘇生対象を用意したりみたいな動きができるようになります。はい。でね、これメメントシーホースのこの特殊召喚条件が、要はメメント以外がいちゃダメなんですよ。だから拡張性があんまなくて、メメントってメメントだけで組むのがやっぱ結構いいとされてるんですよね。だそこがちょっと構築の難しいところで、なんかパワーカードあんまりなんかポン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 出せないというのが、まあちょっと難しいところではあります。ね、どこまで来るかっていうのもちょっと問題で、そのメメントってね、マジでね、あの強化死ぬほど残されててさ、そのメメントフュージョンとかこのメメントツインドラゴンとか来たのってちょっとまた、テクトリカとか実装されたタイミングとちょっと違うんですよ。だからこの辺がねマスターデュエルに来てくれれば、まあ、結構また面白い動きできるようになるんだけど、この辺が来ないとなると正直そこまで強いデッキじゃないのかなっていう、今ねその最新パックで実装されてるメメントカードもあって、その辺まで来るとするならばめっちゃ強いんだけど、ちょっとわかんないこれは。だからこの辺がもし来るんだったら結構パワーは高いんじゃないかなと思うけど、まあ、来ないとするとちょっとまだ微妙かなっていう気がするね。なんならエクストラデッキのモンスターいないからね。
これが、これが来るまではツインドラゴン来るまではあのテクトリカメインデッキだけで出してたんで、なんでちょっとまだわかんないっす、その辺は。はい、この実装を待ちたいというかカードリストくれ。超未来融合オーバーフューチャーフュージョン、これフューチャーフュージョン、未来融合フューチャーフュージョンっていうカードとあとオーバーロードフュージョンが合体したようなあのカードになってまして、効果一応解説していくんですけども、一番の効果一応ね、それぞれ一旦に一度しか選択できないって書いてあるんですけど、なんか2枚やると確か 2個発動できた気がします。あの永続魔法なんですけどね、まあ、一つ目の上の方の効果、エクサデッキの融合モンスターを見せまして、そこに、名称が指定されてるモンスターを墓地に送りますと。でこのターンその墓地を送ったモンスターの効果が発動できないし、特殊感ができないよみたいな感じの、だから愚かな埋葬、融合さえ愚かな埋葬しますみたいな、感じですね。送れるカードは結構いっぱいあって、ほんと無限に存在してるから一個一個説明は知らないみたいなとこあるんだけど、例えばアルバスの楽園とかね、まあ、アルバス墓地になることによってなんかいろいろ特徴ができるのモンスターもいるからさ、アルバスの楽園墓地を送るとかもあるし、あとまあブラックマッシャンですね。ブラックマッシャンは相手のターンに特殊化すればいいっていう話もあるんで、まあこの辺のモンスターを送ったりすることは一応できます。他にも本当無限にあるんで、あの気になったら調べてみてください。で、下の効果は自分の墓地の、モンスターを融合素材として除外しまして、機械族や未属性のモンスターを一体融合召喚するっていう、まあこれはオーバーロードフュージョンですね。まあオーバーロードフュージョンで出せるモンスターだったら大体何でも出せますよみたいな感じの、効果になってます。まあその上の効果が結構その愚かな埋葬できてまあまあ強いんですけど、ただガチデッキで入るかどうかと言われると結構怪しいカードではありますね。特殊ができないしモンスター効果発動できないってことで、まあこのカード、発動したところで結局素材を用意することぐらいしかできないんですよね。なんで、まあ、アルバス落とすのは結構なんか相性いいんじゃないかなとは思ってるんですけど、はい、まあそんな感じですね。はい、一応墓地めっちゃ超えてればあのオーバーロードフュージョンの4枚目5枚目6枚目みたいな感じの使い方も一応できますといったところでしょうか。はい、